皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋哲子です。本日のテーマは契約の成約率を上げる3つのポイントということについてお伝えしていきたいと思います。えー、今日のテーマはですねあの契約の成約率ということになるので、えー、個人の場合でも法人の場合でも考えるべきあのポイントっていうのは一生。 なんでですねで今回なぜこの話をしようと思ったかというと,、えー、と先日ですね私の方であの取引のある、まあ、取引のあるというかあの取引が新しく始まる法人さんなんですけれどもその方その方、えー、とその法人さんの契約が取れた経緯がですね、まあ、1回の打ち合わせで、えー、提案書を私が作り相見積もりもなく えー、その私が提案した形でそのまま OK をもらったっていうことで契約ができているという、まあ、そういう件があったんですねそれをあのちょっとみ皆さんにですね、えー、契約がせ制約になりましたっていうことをフェイスブックでお伝えしたところまあ,あの素晴らしいっていうような声をたくさんいただきましてでまあ,あのその制約のね とかっていうのは私お伝えしたんですけれどもそれを知りたいというお話があったので今回のお話をしていきたいというふうに思っておりますでは本題に入りたいと思います、えー、とまずですねこちらの、えー、契約の制約率を上げる3つのポイントということで、えー、と何個かもちろんポイントはあるんですけれども特にあの大,大事な話に絞ってお話をしていきたいと思います まず1つ目がです、ねえー、と打ち合わせの時の質問ですねこちらからする質問これがまあポイントの1つ目ですで2つ目が、三方よしの設計ですね提案書の設計が三方よしになるように設計するということでこれがどういうことなのかというのは後ほど解説しますで3つ目が自分が損するように設計をするということですね はいまあ、これも、あのー、仕事なのでもちろんボランティアではないのですが、えー、その一見すると自分が損しているような状態でも将来に向かっては、えー、おそらくいい状態を作れるかなというところでまず自分が一旦引いた状態で作るっていう、まあ、これがポイントになっているので、はい、そちらをちょっと解説をしていきたいと思います。 まず一つ目ですね、えー。打ち合わせの時の質問、えー、これがもう超大事というか核、核ですね、あのー。いい提案書を作るためには相手の方の方ご要望はもちろんん伺うんです。こんな背景でこういう状態で、まあ、それで私に頼みたい状態になったっていう、まあ、これを聞くっていうのはまず最低限。 第一段階にすごく必要なものですでそこから全部一旦聞き終えた後に質問を私の方で流れとしてですね質問をかなりしていってますでそれはなぜその質問が出るかっていうと、えー、要望があるわけですよね例えば会社としてはこういうふうにしたいそれがあお客様へのサービス を向上上上させることによって売上を上げたいってて売げをたいいうその、まあ、どういう細かい内容はちょっとこちらでは割愛するんですがそういう事情において依頼が入っているわけですそうすると、まあ、売り上げが上がることとお客様の満足度両方上げるっていう内容になるのでそのゴールですねどういう未来が一番会社にとって幸せなのかっていうことを、まあ、まずはお伺いします。で次ににお客様にとって一番 大切なことですねもちろんそのサービスを販売したいのは会社の方なので会社だけが儲かるような形になってしまうとお客様はついてこないので、えー、とお客様はお金を払う側なんで喜んでお金を払ってもらえるような設計にしないといけないのでお客様にとって一番嬉しい未来はどんな未来なのかそれに対して正しい対価であればおそらく喜んで払ってもらえるはずなので。まあ、こののポイントのズレがないか どうかのまず基本的な設計の確認ですねどういうふうにしていきたいのか会社の意向としてはどういうことなのかでそれが分かった上で私が入ることによってその成果が最大限に発揮できるようにどうやって私は振る舞ったらいいのかどう行動したらいいのか何をお役に立てることとしてやったらいいのかっていうこれがまず肝になるのでここはきちんと。 確認をしますでそういうことがお望みなんだなっていうこととあとはそれにかけられるリソースですね時間とか社内の方の人間何人ぐらい携わる予定なのかそしてあとはお金ですねプロジェクトでどれぐらいお金が使えるのか予算感ですね。で予算は通常 あのそのまんまの予算では通常言ってくれませんヒアリングしたところでだいたい2割減から3割減ぐらいの予算を言われることが多いです通常ははいだから、まあ、だからといって予算があるっていうわけじゃないし無理に合わせに行く必要はないんですけれどもでその予算感を聞いておいてであとその内容でさらに良くなるためにその場で思いつけるアイディアいくらかかるとかっていうことではなく 最終ゴールに向かって一番良い理想の形のコンセンサスというかお互いの意思の疎通を取るっていうことですねこんなことをやったらいい,いいと思うんですけどどうですかって言ってこの段階では口で言ってるだけなのでお金は発生してないですだけれどもそれいいねって言ってくれるのかいやそれはちょっとっていうところであの反応を見ますでいいねをやっぱり 採用したいいいいので可能な限り話をを伺って思いつくアいいアイデ言っていきますで言った結果、あ、これが反応した、これはいいなって言ってる。まあ予算は全然その段階では関係なしです。要は、やりたいかやりたくないかの意思の確認ですね。で、その時、私の今回のケースで言うと、私が言ったアイディアはほとんどいいねっていうことだったんですよ。やりたい、いいね。当然私にとっては いいアイディアなので負荷がかかり自分が大変になる内容ですだけれども会社にとって売り上げが上がりそうだしお客様もめちゃくちゃ喜びそうだよねって思うことはあの自分が大変になるからブレーキをかけるとかはしないでとりあえず言ってみるそれが後でお金のことになるのか自分が サービスをすることによって信頼度を上げるっていう方の信頼を取りに行くのかっていうのは私が決めればいいことなのでまずそれが喜ばれるかどうかっていうのを確認をするっていうそういう質問をかなりしました、うん、打ち合わせで。で1回ででで回ななるるべく終わらせたいいってううののは一発で取るような提案書書と見積もり書であればその方も あの上ののの方とか社内の調整を取るのに楽ですよねこれが何度も「いやここはこうしてほしいこの金額にしてほしいここはこう修正してほしい」っていうと、まあ、修正とか調整を繰り返すのもいいんですけれどもより相手のことが分かるのでなるべく1回で「あこれいいな通したいな」っていうレベルの提案書を書けることができたら相手の人楽じゃないですかすぐにそのまんま各部署に行くことができるので。 なのであのここも結構質問力っていうのが大切になるので質問をどこがポイントなのかっていうゴールに向かって一番、うん、うんと言ってもらえる状態に提案書を作るっていうことがゴールになるので相手の言ってることだけ聞いてればいいわけではないんですよね提案書をうんと言ってもらってかつ喜んでもらえるように作り込むっていうために 質問が必要なので、実は私の頭の中では、提案書をどういうふうに作っていこうかな、どの方向で作っていこうかな、予算感これぐらいでいこうかなとか、アイディアをこう渦巻かせながらですね、話を聞いているということです。で今回のケースに関してはあの、あんまり詳しい予算を言ってもらえなかったんですよね。私に対していくら払いたいかって。ただ、プロジェクト全体の予算感はだいたい出してきてくださっていたので、 まあそこがあんまりこう足が出ないような、あのー、形で組むというか安くてもちろんコストパフォーマンスがいい提案であれば通る可能性はすごく高いわけで,でそこを目星をつけるっていうのが1回目の打ち合わせでしたでそれを、あのーまあ、設計上のポイントの2つ目っていうところで三方よしっていうのがその会社の方もいいその会社のお客様も嬉しいそして私も嬉しい やりたい楽しそうっていうここを全部満たすような内容にするとすごくうまくいきますその場にはお客様はいないんですけれども会社様が把握しているお客様の喜び感っていうのはわかっているわけでで私もその対象の方をもともとクライアントにしているのでその方たちの思想とか思考とかの方向性はだいたいわかるのでまあこういう感じだときっと喜びますよね そういう合意の商品設計をしそして提案をすることができるっていうそういう状態なので常に何,何かの提案の時にはまずは三方よし会社の方とその先の未来のお客様と私この三,三方がよしである状態を組みます。でかつその三方がいいことはもちろんなんですけれどもただいいねっていう合意なだけじゃなくてわっ こんなこともできるんだ。未来はもっとすごい、楽しそう。ワクワクするっていう120。百二十パーセントから百六十パーセントぐらいに、ボルテージが上がるような提案にしておく必要があります。二百パーセントでもいいんですけれども、二百パーセントですると、ですね。自分が疲弊する可能性があります。自分にとっても二百パーセントですからね。百二十から百五十ぐらいはど。どっ っていうあれではないんですが上げすぎると2回目とか長期的に付き合う時に、まあ、ずっとあれですよき,きれいなあの状態で人に会っちゃうとずっと化粧しなきゃいけないみたいなの近い状態で精一杯頑張るんですけれども頑張り度合いを激しくしすぎると結果として自分でく辛くなって要はよく見せすぎちゃうとですね長期的に付き合うのは難しくなるから全力の。 200%だと多分息切れするしあのちょっとでもそのクオリティが落ちた時に今度は相手からは落胆とかあの残念な方に気持ちが向かってしまう場合があるのでいいっていう状態を保つのに一番いい理想の状態は私は120%な感じで喜ばれるような作り方がいいなと個人的に思ってます。 で3つ目、ですね、えー、っと自分が損するように設計するっていうのもあのお金はいただくんですお金はいただくんですけれどもどう考えても会社さんと生徒さんというかお客様が得ですよねっていう内容にしておくと当たり前ですけど企画は通りやすいですじゃあ、えーっと、私は本当に損なのかっていう話なんですけれども。 ここが、えー、と金銭で全てを計算してしまうと損になっちゃう場合があるんですけれども例えば目に見えない信頼とかあとはそれによって長期的に、えー、その会社さんとビジネスが続くとそのクライアントさんに私を知ってもらう確率が上がるとその方が勝手に探して私にお仕事を依頼する可能性があるわけですよね。 だからそういういのを認知を広げるっていう部分で私の印象を良くするのは自分で頑張ればいいだけなので印象を良くするっていうのはつまりその受講した方がすごくためになって、まあなら稼ぐこともできてで私にすごい感謝をするっていう状態であれば一講師として派遣されて登壇してっていう状態だったとしても個人の名前としてそのクライアントさんに。 イメージが残るるってていうチャンスをもらえていることになりますよね自分でもちろん出会える、えー、SNS とかいろんな広告も使ったりとかして広げることはできるかもしれないんですけれども自分の対象になるお客様が、えー、たくさん集まっている団体さんを運営統括している今回の場合は会社さんだったのでそこに名前が知れ渡ることっていうのも、えー、私にとってはとても大きなメリット。 だったのでその分を差し引いていただく目に見えていただくお金は落としておくと、えー、当たり前ですけどありがとうございますの状態からスタートできるわけですよね。で私は全力でもちろんそれを講座をね組んでお話をするでそれによって生徒さんっていうかクライアントさんですね、えー、お客様が 成果を出すことこととがができでききて稼ぐる結局そうするとその会社に感謝をするそうするとその会社にもお金を払い続けることになりますよねでその会社さんもそんな、ね、いいっていう評判だったとした私が評判になったとしてその先生とはまた今度もっと付き合いたいでその時には次回は今回ものすごく、あのー、低価格でやってくれたからもうちょっと払ってもお願いしたい。 っていうことでそれを私がやりたければ当然そういうふうにやっていけばいいわけで、まあ、やりたくないと思えばその、ね、値段で断ることもできたりするかもしれないですしそこがあのの自分ががまずは成果を出すのが先でその段においてはまあ,あ安いというか自分が損するような内容ですごく献身的にその会社さんに提案をしている。 あのただ単に奴隷のように働けっていうことじゃなくてあの戦略的な提案をするっていうのがその会社さんにとっては嬉しいわけですよなぜならば専門家のの知識は私の方にあるからですでそれでこういうお客様はこういうふうに考えるからこういう感じでやられるといいと思いますっていう経営戦略の部分に関わるような提案も 同時にしているので、単なるセミナー講師として依頼をされたわけではなく、一緒に数字を上げていく、一緒に売上を作っていく、まあ経営戦略的な立ち位置での提案書になるので、一発で多分取ってるんだと思います。で、私はその方向性でなぜできるのかっていうと、自分が営業事業部長だったからっていうのが一番大きいです。 戦略的にに会社の核になるるところで数字を扱う形になるので会社対会社でどう付き合っていってどう戦略的にその落とし込みをしていくのかっていうのも含めて設計をして数字を立ててその数字を達成するように行動してたからですねはいなのでもともとそれを22年間やってる感じになりますので、はい、そこが大きいですね。であとは そのお話がもちろんできるっていう状態で相手の方と、まあ、楽しくねやっていける状態を作るっていうのは、まあ、信頼関係をね一気に作るっていうのはやっぱり喜ぶ提案がねできることっていうのはあると思うんですよであとは提案のスピードですね私話を聞きながらもうどうやって提案書を組んでいくか決めていたので内容結構ボリューム大きいから相手の方もしかしたら1か月ぐらいかかるかもって思ってたようなんですけど まあ、あのちょっと立て込んでるで1週間ぐらいくださいって言ったら「1週間でいいんですか?」とか言って言って、まあ、早いと嬉しいじゃないですかその後話をどんどんしているからそこも速さっていうのも喜んでもらえたポイントでしたねであともう一個はあの法人の場合には担当者がどの位置の方かっていう状態によって えーまあ、上司とあと同僚仲間プロジェクトチームメンバーを説得しないといけないのでその説得をするのにその人が何個も資料を作らなくても良い資料にしておくといいですよね。うんと私のが出ししたもののをそのまま回覧して っていうのを今度やろうと思っててこの内容で行きたいと思うんだけどどうかなって言えればいいじゃないですかでさらに添付書類が必要とかこういうものが必要っていう作りになっちゃうと手間がかかるから社内調整が遅れちゃうんですよねだからなるべく上の人も説得できるようなこれが授業がうまくいけばこれぐらいの数字が見込めるっていうようなシミュレーションも出してあげたりとかですね うん、データとしてこういうデータがあるからこうなりますよっていうことも含めて出してあげるとその人が改めてお膳立てて何かを作ったりとか書いたりしなくていいですよねその状態ってやっぱり喜ばれますよねはいなのであの提案書を作成する時にもその方が社内で調整がしやすいようにっていうことと数字としてのインパクト売り上げが上がるであろう見込み の内容まで書いていけるっていう、要はこの営業的な視点からの提案書作成、これがやっぱり一発で通る、あの、秘訣になっていきます。だここは単なる自分のその内容を言われたものを、ただ単にトレースして、で、提案内容見積もりしようってやっちゃうと、社内でいろいろ打ち合わせをするときに、ここはどうなんだ、あそこはどうなんだっていう話が、あの、関係各部署から出てきちゃうんですよ。そうすると、その方の時間取られるし、 エビデンス証拠を見せるためのものに考えないといけないじゃないですかそれを最初から言われるよねこれね多分っていうのを全部織り込んでおいて提案を作っておくとそんなこと言われないのでそれで通りやすいっていうのはありますじゃあなんでそんなことを言われない提案書を作れるのかって言ったら私が実際に事業部長で自分が決済する側だったからです決済する側で持ってきてくださった業者さんの 内容ととかか見積もりががわらなないい私が上に出せないんですよ臨理書を書けないからこれとこれとこれが分からなくてなんでこうなってるのか理由が説明が欲しいとかその書いてある内容がよくわからないからもっとわかりやすく図とかなんかそういうのも一緒に添付してほしいとかっていうのを言っていたタイプだったので自分がそういうふうに言う,、ね、言うのが面倒だったから言われないように作ろうって思って作ってたっていう、まあ、この辺りはあるんですけどね。 はい。でも、基本は、やっぱり、あの、三歩よしなんですよ。それ組むと、まず、あの、断りようがない。で、三歩よしで、かつ、えー、っと、コストパフォーマンスがいい。当たり前ですけど、想定しているものよりコストが安い。これが成り立つと、結構いい感じにまとまっていきます。なので、あの、うまく企画書とか見積もり書が通らないっていう場合には、そこを、あのー、 考える必要がありますあとお金に換算できない価値っていうのも含めておくと長期的なお付き合いができるようになるので価値をどこに置くかっていうその感覚で見積書を作るっていうことが必要になります。なのでこれの答えを引き出すのは質問力、はいになっていきますので、はい、相手の方の言われたことをただ作るだけだとやっぱりちょっと二流な感じですね。 相手の方が驚くそこまでやってくれんだら嬉しいって言わせて初めて一人前の提案書かなというふうに感じておりますでこれは今法人の時の話を中心にしたんですけれども個人の場合でも全く一緒です個人のお客様とお話をしてそれを制約に持っていく時も全く同じプロセスをたどりますので この質問のセンスがいい人は制約率も高いし、高額商品も割と簡単に売っていくことができますので、ぜひね、質問力、ビジネスのシーンでの質問力は磨いていただきたいなというふうに思います。では、えー、と本日のまとめです、えー。契約の制約率を上げる3つのポイントですね。1つ目、えー、打ち合わせの時の質問、質問方法、ポイントになるところをきちんと聞く。 2つ目、三方よしになるような提案書の設計をする3つ目、自分が損するように組むこの点が結構ポイントになってきますのでぜひご参考にしてください。それでは